やっほー、みなさん、こんにちは。ジローです。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今日はね、ちょっと待って、ちょっとね、見つけちゃったんだよね。なんか、ジラのもちろん大好きなアーティストの中の一人、ケナオコさんの、まあ、歌なんだけど、別れ歌って言ってる、まあ、っていうタイトルなんだよね。で、これはケナオコと、ひとみって書いてるんだけど、親子共演ってこと。え、娘さんってこと？見たことない。どういうこと、どういうこと。娘さんも歌手ってこと？ってことで、ちょっとやばい。はい。パニックってます。で、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。皆さん、してたの？なんで言ってんかったの？ジナに言ってよ。言って。なんかちょっと待って。はい。ちょっと、まず聞いていきましょう。OK。これも中島みゆきさんの、歌だよね。そうそうそう。ということで、ちょっと、はい。いきます。OK。いせーので。はい。中島みゆき特集第1位は別れ歌。今夜は研ナオコさん、そしてひとみさんの親子で歌っていただきます。ほんまそうだな、一緒やん。すげえ、初めて見た、初めて知った。そう、ひとみさんっていう方なんだよね。なるほど。すごい。なんかかわいい。なんかもうちょっとはしゃいでもいいのにと思うけどね。だって
お母さんが喧嘩を起こさんだからな。なんか胸を張って言いたいんやないの。でもなんかちっちゃくなってる気がするな、ステージの上で自分が、ひとみさんが。なんか喧嘩お子さんのそのなんだろうね、オーラが強すぎてみたいな感じで自分がなんかちっちゃくなっちゃう。それは緊張すると思うねんけどな。だってそのすごい言ったら歴史に残ったアーティストが自分の真横にいる、プラス自分の母であることに対してそれはもちろん緊張するとは思うんだけど、ステージの上だよね。もうちょっとこうブワーってなってほしかったな。うわー、私やったら絶対出てた。うん、いやもちろんあの歌は歌やけどね、その別れの歌やからそれはそうだけども、もうちょっとなんかなんかできたなと思う。いや歌は素晴らしいよもちろん、ただなんかせっかく2人やからなんかやってほしかった。え、なんでなんだろうな。なんかずっと見てたしね、ひとみさんがあのけなおこさんを、まあ、自分のお母さんずっとなんか歌いながらでも見てたんだよね。なんだろうね、仲悪いんかな、よう分からんけど。なあ今回もなんかけなおこさんが笑顔とか見てないしね。まあそれはだって悲しい歌なんだけど、それでもなんかなあ、いつもその最後とかにね笑顔とかになるけど、今回はなんか訳あるわけあり歌なんかな。でも素晴らしい、ほんまに2人とも素敵。てか知らんかったし、しかもめっちゃ美人、ひとみさんやば、さすがね、もうお母さんにやねすげえ。うわー、ひとみさんはまたなんか違うの歌ってるんかな、自分のオリジナルかとか、なんかちょっと調べてみたいな。皆さんまたおすすめぜひ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 ちょうだいちょうだい、ちょっと聞いていきたいなと思います。ほんまにすげえ。うわー、久しぶりにこんななんか興奮したな、いいね。うわー、はい、ありがとうございます。またぜひぜひぜひお願いしますということで、また次の動画お待ちしてます。おすすめもはい待てますということでさらばともよ、バイバーイ。